はい、皆さんこんにちは。今回は SIM アップデート13のベータ版がリリースされたので、ボーイング787の EFB であったり、その他変更のあった部分ですね、そちらを紹介していきたいと思います。現在はベータ版の最初の段階になるので、この先ですね、さらに追加される機能も出てくると思うので、この辺はですね、今後も改めて紹介していきたいと思います。また今回の SIM アップデート13ベータ版でもですね、全体的にバグの修正であったり、機体のアップデート、787や747もですね、さらにはセスナなどの複数の小型機の修正も、たくさん入っています。ベータ版を試す方法はですね、概要欄に記載しておきます。注意事項などもありますので、そちらの方を確認してからですね、ベータ版の方を試していただければと思います。それではですね、早速見ていきたいと思います。最後までごゆっくりとご覧ください。今回このベータ版ではですね、 EFP の追加であったり、 SIM ブリーフのルートであったり、機体の重量、そういった点がリンクできるようになりました。 EFB に関してはですね、追加された項目はまだ少ないんですが、今回そのパフォーマンスページと SIM ブリーフのリンクであったり、風の情報などもリクエストすることができるようになったので、そちらの方を重点的に見ていきたいと思います。 EFB に関してはこのパフォーマンスページのみになっているので、この後 CDU の方をセットアップして、こちらの EFP の方を見ていきたいと思います。まず先にですね、 SIM ブリーフのリンクの方、そちらの方を最初見ていきたいと思います。まずインデックスのページですね、こちらの右下にあるセッティングをクリックします。このセッティング画面は2ページ分ありまして、この1ページ目は変わっていないので、 NEXT ボタンを押して2ページ目に行きます。SIM ブリーフとリンクさせるためにユーザー ID を入れていきます。ユーザー ID だけ入れておけばリンクすることができました。このユーザー ID はですね、 SIM ブリーフのアカウントのこのページからですね、見ることができます。入力してステータスの方がアクティブと緑色で表示されていれば、これからですね、ルートのリクエストだったり、風のリクエストだったり、いろいろとですね、取り込むことができます。続いてはですね、一つ前のページに戻り、ウェイト&バランスですね、そちらの方を見ていきたいと思います。このページはですね、今回追加されたページになっていまして、乗客の人数であったり、カーゴの量、ペイロード、ゼロフューエルウェイトや、機体の重量ですね、それをセッティングできるページになっています。今回は伊丹空港から羽田空港までのですね、機体の重量などを反映させていきたいと思います。左側のですね、セットフロム OFP と書かれたこちらをクリックします。はい、これでですね、 SIM ブリーフで算出した乗客の人数であったり、カーゴの量ですね、また燃料関係も反映されるようになります。今までですね、ヘビーディビジョンの B78XH のモッドを入れていた時と同じような形でですね、ロードすることができるようになります。はい、続いてはですね、ポジションイニシャライゼーションページから現在時の RJOO を入力していきます。この後ですね、ルートページでルートのリクエストができるようになります。これで SIM ブリーフで決めたルートの方ですね、そのデータをインポートすることができるようになります。ルートのリクエストが完了すると左下にですね、ロードというものが出てくるので、こちらを押すとですね、ルートの方がインポートできるようになります。これで RJOO から RJTT のルートの読み込みが完了しました。ランウェイの方はですね、主要滑走路の方、伊丹空港であれば、今回は32レフトですね、入力していく形になります。エクスキュートを押しておきます。また SID であったりスターですね、そちらの方はデパーチャーアライバルページから手動で入力する必要があります。今回の SID は ASCA4 デパーチャーですね、そちらを選択して、
トランジションの方がシャトルトランジションですね。こちらも選択しておきます。羽田空港のスターですね。到着経路の方もデパーチャーアライバルページから選択するようになります。出発の段階で入れるかですね、トップオブディセントの前後ぐらいですね、そちらでアプローチとスターの方ですね、そちらの方も入力しておきます。一応レグスページの方からルートの方が入っているかですね、確認しておきました。SIM ブリーフで決めたルートの方ですね、しっかりと入っていました。続いてはですね、今回また追加された風の情報をこの機体にですねインポートする機能ですね。 FMC コミュニケーション、 COMM はコミュニケーションの略になっています。このページのウィンドウというところから SIM ブリーフで得た風の情報を反映させることができます。右下のウィンドデータリクエスト、こちらをプッシュしてリクエストしていきます。ルートのリクエストと同じく、ロードというものが出てくるので、ロードをプッシュすることによって取得することができるようになります。取得が完了すると、ウェイポイントの右側ですね、プッシュするとそのウェイポイントの現在の地点の高度によっての外気温であったり、風向きと風速ですね、そちらの方が表示されるようになります。この情報も SIM ブリーフから読み取っているんですが、どこまで正確なデータなのか不明です。さらに FMC コミュニケーションの最初のページに戻り、一番左下ですね、ディセントフォーキャストっていうのがあるので、そちらの方もですね、ディセント時の風の情報を同じように得ることができるようになっています。先ほどと同じくリクエストをして、ロードを押す流れになります。デフォルトだとこのトランスレベルというのが、フライトレベル180になっているので、日本の場合はフライトレベル140なので、毎回フライト時にですねフライトレベル140に戻すのもいいかと思います。ロードを押すとですね、同じように風の情報を取得することができます。はい、次にですねパフォーマンスページの方を入れていきたいと思います。このパフォーマンスページを入れることによって、今回追加された EFB の方にですね、CDU の方から EFB の方にデータの方を飛ばすことができるので、まずはですねいつも通りパフォーマンスページを入れていきます。ゼロフュエルウェイトはですね、空欄の部分を一度クリックしてスクラッチパッドにですね表示がされるので、空欄部分にペーストします。リザーブの方はですね、 SIM ブリーフのこちらの方から僕の方は入れてます。今回数値の方はですね別のものになってしまうんですが、いつもですねリザーブはだいたいここの数値を入れるようにしています。またクルーズアルトですね、こちらの方もですね SIM ブリーフによって自動で算出させると、大阪羽田間でもですね39,000フィートという非常に高い巡航高度を叩き出すので、ここは今回31,000フィートに修正しました。コストインデックスは今回50でいきます。次にスラストリミットページですね。左側にですね TO、TO1、TO2 と離陸する時の出力、スラストですね、そちらの3段階に分かれていて、国内線であれば TO2、または TO1 ですね、そちらを選択していきます。今回は TO2 を選択します。右側がですねクライムになっていまして、テイクオフスラストから切り替わった後の上昇ですね、今回 TO2 のクライム1でセットしていきます。続いてテイクオフページですね、こちらの方も入力していきます。 CDU の入力が少し長くなってしまったので、テイクオフページはですね早送りしていきたいと思います。この辺もですね787で過去にライブ配信をしたアーカイブもあるので、そちらの方も参考になるかと思います。テイクオフページの方を入力し終わったので、今回追加された EFB の方を見ていきたいと思います。 EFB の方はですねパフォーマンスページの方が追加されていまして、他の項目についてはファンクションはしないようになっています。今後アップデートを重ねるなどして、この辺のですねエンルートチャート、まあナビグラフの購読してる人はですね、将来的には EFB からチャートの方も見ることができるようになるかもしれません。
そしたらパフォーマンスページの方を見ていきたいと思います。実際のボーイング787の EFB のデザインにですね、本当にもうそのままと言ってもいいぐらいのデザインになっていました。このページではですね、離陸時のパフォーマンスですね、このコピー FMC データっていうのがあるんで、先ほど FMC CDU の方からですね入れた情報を飛ばすことができます。このボタンも押しながらやっていきます。これでですね、今反映したんですが、現在地の RJOO、 離陸する滑走路がランウェイ32レフト、さまざまな情報がですねこちらに入力されています。コンディションであったりウィンドウ、あと外気温ですね、こちらの方はですね実機の動画を見てもですね手動で入力していたので同じように再現されているのかなと思います。風の方はシムブリーフのメーターを見るか、また他から取得したメーターの情報ですね、そちらを入力していきます。 MSFS の VFR マップで表示されているメーターでもいいと思います。今回は320から5ノット入れておきます。外気温の方は32にセットしておきます。コンディションはランウェイのコンディションですね、今回はドライでセットします。次にスラストですね、今回は TO2 にセットしたので、TO2 を選択していきます。今回 ATM ですね、こちらは空欄にしておきます。ATM の略はエアーテンパーチャーマネージか何かだと思うんですが、間違っていたらすいません。また改めて調べて概要欄の方にでもね記載しておきます。次にフラップの項目は F5 を選択します。次に下の項目ですね、今回はエンジンオートにセットしておきました。最後にですね、すべて入力が終わったらですね、右上の CALC、キャリキュレーションの略になっていまして、日本語訳で計算するという意味ですね。そうするとこの EFB のセッティングが完了します。実機のボーイング787の EFB ですね、見た目に関してより近づけてきているなっていう印象がありました。先ほどの ATM に数値を打ち込むと、下のセルテンパーチャーのところですね、そちらに温度が入るようになっていました。今後のさらなる進化に期待したいと思います。EFB に関してはですね、まだまだ現時点ではですねこのテイクオフのパフォーマンスぐらいになってしまうんですが、今後もですね正式のシムアップデート13のリリースまでにですね、フライパッドであったり、システム関連追加される機能、さらに修正などもですね入ってくると思います。また新しい情報など入ってくればですね SNS の X ですね、そちらの方や YouTube の動画でもですねお伝えしていきたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたらチャンネル登録の方お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。